塾講師になりたいんですけど、教員免許は取らなきゃいけないんですかという質問をいただきました。元塾講師、社員としてね、働いてたんですけど、自分が勤めてた塾はですね、社員さんの半分もいなかったです。教員免許持ってる方ね。だって実際勤めてて思ったもん。こんなに少ないんだっていうのが正直な感想だったんだけど、自分は一応持ってるんでね。で、ただ、この業界全部を知ってるわけじゃないから、もしかしたらその方がこれから勤めたいと思ったね、塾さんの募集要項に、教員免許を取得予定が、条件ですよと、持ってないと、取る予定じゃないと、うちは採用しませんよという塾もあるかもしれないんですが、教員免許を持ってないと、塾講師としての道が閉ざされるってわけではないので、そういうふうに思ってもらえたらと思います。で、実際どうなんだろう？みんな中高生、ね、塾行ってる方多いと思うんで、聞いてみてほしいね。ただあれだよ。アルバイトの大学生に聞いてもちょっと意味がないので、教室長かな？社員さん教室長だからさ。に、先生、教員免許持ってるんですか？みたいな聞いてもらえると、ちょっと知りたいね。自分個人的にね。あ、そう。ただね。教員免許持ってるから、授業が上手いとか、持ってないから授業が上手くないとか、全く関係ないからね。だからもしみんなが聞いてもらって、先生教員免許持ってないらしいよ。とかは、微塵も思わなくていいです。全く関係ないから。この辺はまたね、おいおい、どっかで話します。どうも、愛知です。前期の中間テスト、そして1学期の中間テストですね。2期生も3期生の方もテストがね、終わりまして、で、この時期になると、塾を迷い始める方が多くなってきます。で実際に、家で新聞撮ってる方はですね、チラシ広告ちょっと毎日見てみてください。そろそろ、毎日あんじゃんってぐらい塾の広告が入ってると思います。それぐらい世間のニーズが高まってくるので、塾も夏期講習のチラシを入れ始める、時期なんですね。で、実際自分のとこにもね、塾に行った方がいいんでしょうかっていう、学生からの相談とか保護者の方からの相談たくさん今いただいてまして、で、今回は自分が思う塾に行った方がいいサインっていうのをお伝えできたらなと思っております。で、今回はちょっと結論を言う前にですね、一般的に塾に、塾に行った方がいいのかなって迷うきっかけが主に3つ、もっとあるんだけど、主に3つあると思っていて、まず1個目が普段の授業です。学生みんながね、学校授業受けるじゃんか。それが分かんなくなってきた。やばいかもって思ってきて、で、それをお父さんお母さんとかに伝えてね、塾行ってもいい？みたいな、危機感があるからさ、そっから行くのがまず1個目。で、2つ目が、さっきテストの話をしましたけど、やっぱテスト結果ですね。テスト結果が出てきて、やべえと。で、これはね、保護者の方の方が多いんだけど、自分のね、お子さんの娘、息子の結果を見て、ってなって、これ塾行かせた方がいいかなって、この時期夏期講習がまずあるからさ、まず夏期講習試しに行かせてみようかしら、みたいので、塾に迷い始めると。で、3つ目です。自分はですね、個別指導塾の先生やってたんですけど、だからなのかな、この3つ目の理由が一番多かったと思っていて、それが、周りが行き始めたからっていうね、これ非常に多いです。学生だったら、例えば仲がいい友達が塾に行き始めた。私も行かないとやばいかも。とか、お母さんとかだったら、誰々くんちの、誰々さんちの、お子さんが行き始めたらしいんだけど、うちも行かなきゃかな、みたいな。から、ちょっと塾を迷い始めるみたいな。そういうパターンもあるわけですよ。で、今回はその理由のところはまず置いときましょう。いいんです。どの理由だとしても。ただ、自分が思ってるサインっていうのは、やっぱり学生のみんなが学校の授業を聞いてて、わからない。授業だけじゃなくていいよ。普通に参考書とかで解いてる時もいいんだけど、わからないっていうことが多くなってきた時。こうなったら、すぐに行った方がいいと思ってます。とは言っても、塾っていうのはお金がかかるので、一概にね、もうそうなったら絶対行ってくださいよ、とは言えないです。だからこそ、自分みたいにこうお金がかからない、ね、形もあるとは思うので、その選択肢はいいんです。塾じゃなくても、別にどっかで違う形で勉強するでも構わないんですけど、ただ、今回伝えたいのは、わかんなくなってきた。やばいかもって思ったら、早急に何かしらの手は打とうっていう。その意識を持ってほしいんです。勉強っていうのは、例えば今何かでつまずいてるでしょ？そのつまずいて、ちょっと時が経ったら、そのつまずきが自動で治るってことはないんだよね。これ、病気とね、その勉強をあまりリンクさせちゃいけないと思ってるんだけど、イメージはしやすいと思ってて、病気になるじゃん。例えば、風邪とかはさ、病院に行かなくても治るでしょ？自然治癒できるじゃんか。僕ね、歯医者に例えるんだけど、で、自動で治らないでしょ。虫歯になってしまったら絶対行かなきゃじゃん。
で、ちょっとさ、歯が痛いなと思っても放置する子いるでしょ。で、放置したらどんどん虫歯が悪化して、もう本当に痛くなっちゃって、あーもう行かなきゃ無理ってなって歯医者に行くみたいな。でも、ひどくなってるから、その後の治療の時間もかかるし、治療の時間もかかればお金もかかるんだよね。治療費の。で、それとすごく似てる。勉強っていうのは、できなかった単元が時間が経ったら自動でできるってことはありえないの。で、しかも、基本的にこうやってピラミッドというか、基礎ができてなければその上に知識は乗らないんだよね。中学校1年生の勉強をおろそかにしたら中学校2年生の勉強乗らないんだって。だから放置すればするほど後で、中学校3年生でよくね、部活が終わった時期から塾に行こうって、しょうがないよ、部活忙しいからわかるんだけど、それでもいいんだけど、でもそこの時中3の夏に行くでしょ、行き始めた時に中1からガタガタになってて全然基礎ができてない、何しなきゃいけないって、中3で中3の勉強できないんだよ。中3から中1、中2の復習をして、ある程度地面というか基礎を固めて、やっと今の中3の勉強に入るので、それができるようになってやっと受験勉強なの。これっていうのは本当みんなが思ってる以上に大変だし、まあ、お金もかかるし、エネルギーも使うし、時間もかかるんだよね。だから結局、まあ普段の月謝をね、払っていったらどっちが安いかどうかはわからないです。もしかしたらその中3の夏から行き始めた方がね、夏期講習とかお金かかるんですよ、他の子よりも。復習すると時間と授業単元いっぱい取らなきゃいけないから、夏期講習だけで10万円かかったりとかもしてくるんですよね。本当は3万円で済んだのに7万円プラスかかりましたとか、そういうのも起こるんです。でも、まあ、普段からね、中学校1年生から毎月月謝払っているのに比べれば安く済むのかもしれないんですけど、でもやっぱり勉強っていうのは遅れたから、できなくなったから塾に行くんではないんです。手を打つんじゃないんです。勉強が分からなくならないように、つまずかないように行くとこだと自分は思ってるんです。ただ何度も言うけど、お金がかかります。塾っていうのはね、お金かかるので、一概にもう行かなきゃダメですって、もう危ないでしょ、早く入ってくださいとは言えない。ただ何かしらの手は打ちましょう。みんな自身ね、一番大事なのはみんな自身だよ。親御さんが決めることじゃないからね。みんな自身が授業とか受けてる時に、やべえなって、分からなくなってきたなと思ったら、何か手を打ちな、何か行動を取りな。放置したら後で苦しむのは自分だから。だからぜひその意識を持って、まあ塾選びの話だったんだけどね、何かしらの手を打ってくれっていう話、今回は。それがまあ少しね、意識を持ってもらえたら嬉しいなと思います。